水川あさみ、笑うマトリョしか、桜井翔がネックに最終回ネタバレ状態の中だるみから後半へ、心配される演技力。水川あさみ、41、主演の連続ドラマ、笑うマトリョしか、t b s 系金曜夜10時の第6話が、8月2日に放送される。物語は折り返し点を迎えているが、中だるみの状態になっているようだ。同ドラマは、 早見和正氏の同名小説が原作。若き政治家聖家一郎、桜井翔、4十ニット、秘書鈴木俊也、玉山哲十4の隠された過去に、記者道上かなえ、水川が迫っていくヒューマン政治サスペンス。最近は配信サービス t ーバーのお気に入り登録数が伸び悩み、後発スタートの、南くんが恋人。 テレビ、朝日系に抜かれてしまった。笑うマトりょうしか七77万人、南くんが恋人は七十八点七万人、八月二日十七時現在。七月二十六日放送の第五話は、聖家の実母広子、高岡崎が五十一の行方を探すため、道上は再び聖家の出身地である愛媛へ。聖家が政治家を目指したのは祖母の影響だということと、 鈴木がひろこと面識があると知る。道上は鈴木に会いに行くが、ひろこについて鈴木は、ほとんど何も知らない、と嘘を貫き通した。後日、高村官房長官のスキャンダルが週刊誌に掲載され、次期官房長官に聖家の名が上がる。これは鈴木が記者にリークしたもので、道上は鈴木の家に張り付くことに。 家から出てきた妻を尾行すると、新日本新聞の関連会社に勤務していて、過去に道上と仕事のことで話していたユキまとぶせ47だったという展開。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、操っているように見える。人がどんどん入れ子のように変わっていく。マトリョシカか。結局最後に笑うのは、聖家一郎な気がするな。 みんなが都合よく動ける聖家の取り合いをしてるけど、最後は聖家が周りを裏切ってのし上がりそうなど、聖家が黒幕の本丸だという声が、考察は盛り上がっているようだが、これまでは聖家、桜井を操っている黒幕は誰なのかが物語のメインでした。しかし、ここまでで聖家につながるヒントが多いので、 逆に生家が周囲を利用してきたのだと早くも見抜いている視聴者がほとんどです。ドラマを見るのは答え合わせをしているような状態で考察のスリリングさはないですね。TVer のお気に入り登録の数が伸び悩んでいるのはこれが原因でしょう。ドラマライター、山川。今後、視聴者の指示は落ちるままなのだろうか。後半、 聖家の本性が明らかになっていくことで盛り上がるかもしれませんが、そこで気になるのが桜井の演技です。これまでは何を考えてるかわからない人設定だったので、セリフが一本上しでも問題なかったのですが、隠していた本性を剥き出しにして、物語の中心になって動くとなると、しっかりした表現が要求されます。盛り上がりに水を差す可能性がありますね。 今回も聖家が続き、玉山と対峙するシーンでは、玉山の熱演に押されて、桜井の演技はどうしても浮気気味でした。もともとアイドルで、俳優は本業でないので仕方ないのですが、これからの桜井のキャリアを考えれば、深みのある演技力を身につけてほしいですね。全道本作の今後の巻き返しは、桜井の演技力にかかっているようだ。 政界の権力争い、母と子の関係など、闇が深い物語を引っ張る大役を桜井がこなせるか注目だ。政家のこの笑顔が、後半はどう変わるのか注目。